はい、皆さんこんばんは。2月の8日水曜日、今日は京都の駅前地下におりまして、ポルタの中ちょっとパトロールしようと思ってます。皆さんの方はいかがお過ごしになってますでしょうか。水曜日の午後の昼下がりって感じですけども、夜に報告はしております。ポルタの映像ね、随分とコロナの初めの頃ね、シャッター商店街みたいになってますよなんて映像を送ったと思います。今日はそれなりにお昼時ですんでね、人はまずまず出ていましたね。まあこの辺が本当ににぎにぎしく回復してきたのを見るとね、ちょっと安心してる次第なんですけども、早々にちょっと上に上がってきましてね、今日は実はポルタではなくて、私はこの北側、駅の北側のビッグカメラさんにちょっと用事がありましてね、先ほどヨドバシカメラに行ってきてこっちに回ってきてるんですけども、と言いますのはね、洗濯機の上、2階建てになっているね、今はもうそういうタイプないんですかね、乾燥機がですね、ちょっとご機嫌斜めですね、ドラムが回らなくなってきたんで、新しいものを購入しようかなと思って、チェックに来たんですけど、あまりそういうタイプもう売ってないんですね。今は全自動、まあ、掘り込んだら最後乾燥までやってくれるって、そういう洗濯機ばっかりなんですかね。ちょっと乾燥機だけのタイプが欲しかったんですけどね、まあ、なんとかありましたんでね、購入しようと思います。さてこちら、キャンパスプラザですね、大学のキャンパスプラザ、こちらね、あるのは知ってたんですけど、あんまり中入ったことないんですよね。何があるんですかね、まあ、知ってる方いらっしゃいましたら、またこっそりと自分の心の中でね、こういうもんだよというのをつぶやいてもらえば、それはそれで結構でございます。それよりも今日は、ちょっと新しい情報といいますか、びっくりしました。左側に見えてた建物、あれはですね、ハローワークなんですけども、その向かい側、北側にアパホテルが知らない間に誕生しております。割と大きなアパホテルですね。これかっこいいとこあって工事してたかなっていう記憶なんですけど、あんまり記憶なくて、知らない間にアパホテルオープンしてます。まあね、こんなとこがオープンしてくるということは、まあ、観光者が戻ってきたのかなと思って喜ばしいことなんですけども、ちょっと残念ながら、ここをチェックするの漏れてた自分に衝撃を受けています。こんなとこにまたホテルできちゃってるね。まあそんなこと言いながら、このホテルを見て、そうそう、北側はなんとこれ鳩屋さんですよね。こっちの方がなんか興味あるんですけどね、私的にはね、と思って調べてみました。1950年開業だそうです。前市電走ってますね。すごい映像がありました。これホームページからオリジナルで撮ってます。何度かリニューアルがあって、今ねグランドオープンして大きなホテルになってますけど、なんか懐かしい感じしますね。こちら、京都で珍しく温泉が出てるんですね。それも910メーターの地下深くから汲み上げてるそうです。本当にそんな深いとこから京都で温泉出るんですね。ちょっと調べてびっくりっていうところだったんですけども、はい、最後ですね、ちょっとこの映画見に行こうかなと思ってます。レジェンド&バタフライ、興味があるんですけどもね、見た方いらっしゃいましたらね、教えちゃダメですよ、行く気が失せてしまいますんでね。はい、今日はまだ水曜日です。週末までもうしばらくありますね。温度差が朝夕ね、激しくなってますんで、風邪ひかないように皆さんね注意してください。それとね、お鍋でも食べて、エネルギーを貯めてまた週末へ向かっていきましょうね。はい、今日はこの辺にしておきます。